はい、ご覧いただきありがとうございます。ライカリペアサービス店長の松下です。今回ご紹介するのは、可変式ファインダー、イマレクトファインダーの、こちらは、逆像のタイプのビドムになります。ですね、こちらはね、覗いてみていただくと左右逆になっています。上下は正しいんですが、左右は逆になってます。でもこれを回すことによって、左右が正しくて上下が逆になるタイプになっております。はい、でこちらは、まずは外観から見ていきましょう。まあね、かなりちょこちょこねそれはありますけど、大きなねダメージ、大きなへこみとかね傷等はないですね。はい、こちらはね当店で整備済みで、こちらね可変部分とか可動部分とかね清掃してグリス塗ったりしてまして、あとこちらこの可動部分もしっかり清掃してグリス塗ってます。ここは特にねよく使うとこなんでしっかり清掃してます。はい、こちらはね、35mm の広角から、135mm の望遠まで対応してますので非常に便利になってます。はい、はい、あとパララック調整も特に問題ないです。あとね内部もね清掃しておりますし、製造ビドムと違って、製造の、ビオと違ってプリズムは入ってますけど一つだけなんで、そんなに貼り合わせ部分もないんで、そんなにビオに比べれば曇りは少ないです。はい、でこれはしっかり当店で清掃済みで非常にクリアです。はい、あと動作的も問題なく非常にスムーズに動いてくれます。はい、ではここまでご覧いただきありがとうございました。可変式ファインダービドムのご紹介でした。不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。ではよろしくお願いします。